答えはどれでしょうか。俊介投手入団が確か2000年なんですね。2000年ドラフト終わりですよね、はい、で多分その年に初勝利上げてるような気がする。2000年にドラフトで入団をしてその年に初勝利を上げてるような気がするんです、はい、その後 A か B なんです。 A か B。 ただ B は確か2003年で先発して勝利上げてるっていう。なるほど。その引っ掛けがあると思って、はい、A で勝負です。 A で、はい、西武のファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。答えは B、 福岡ドーム。2001年9月3日大栄戦ということで完封勝利を収めています。2001年、そうなんです。合ってたんだ。残念でした。くさん、めっちゃ悔しいです。ご参加いただきましてありがとうございました。ぜひもっともっとマリーンズに詳しくなってください。次回ありましたときにはまたの挑戦をお待ちしております。阿久さんに大きな拍手をお願いいたします。さあまだまだ参ります。マリオネア予選問題、選手背番号掛け算クイズ。マーク、回答者を選んでください。問題、井口かける隅浩太。はい、いいですか。マーク選んでください。どなたでしょうか。はい、マーク今後ろ向いてる。はい、答えは774。正解。ステージへとどうぞ。井口選手背番号6、隅浩太選手は背番号129です。774、大正解。すいません、ラウンドガールはやめてもらえますか。さあ、お名前をお伺いしましょう。お名前お願いします。福田と言います。はい、福田と言います。福田さん、はい、はい、マリーンズファン歴は、ちょっとブランクがあるんですけど、オリオンズ時代から。オリオンズ時代から。先ほどまでの問題いかがでしたか。外国人選手のホームランと、先ほどの問題、わからなかった。わからなかった。かなり難しい問題が続くと思いますので頑張っていただきましょう。それでは参りましょう。福田さんの挑戦です。問題、福浦和也選手の野手としての一軍初出場した年は何でしょう。 A 1995年、 B 1996年、 C 1997年、 D 1998年。C 1997年。97年、ファイナルアンサー。早いですね。正解。ついてますからね。ついてますからね。豆知識、1997年までは背番号70、翌98年から今の9番ということで、初出場は1997年7月の5日となります。続いての問題いきましょう。続いてはピンバッジ5個セット。問題、2005年8月28日ジョニーこと黒木智弘投手が怪我から復帰後初勝利を挙げた試合でホームランを打った選手、次のうち誰でしょう。 A 今江俊明選手、 B 里崎智也選手、C 福浦和也選手、 D 初芝清選手。さあ問題2問目、なかなかこの壁が先ほどから破られておりません。2005年8月28日黒木選手が怪我から復帰後初勝利を挙げた試合、ホームラン打った選手は誰。オーディエンスで。オーディエンス、ライフライン、オーディエンス。では4択です。今から僕が選択肢を読み上げます。答えだと思ったところで拍手をしてください。参ります。 A 今江俊明選手だと思う方拍手をどうぞ。 B
也選手だと思う方、拍手をどうぞ。続いて C、福浦和也選手だと思う方、拍手をどうぞ。最後 D、初芝清選手だと思う方、拍手をどうぞ。難しいですね。みんな似たようなもんだね。一番大きかったと思われる初芝選手、初芝選手ファイナルは、ファイナル、その日猛打賞です。はい、というわけで残念でした。福田さん、ありがとうございました。まあけど本当に難しい問題でしたからね。はい、ぜひまた次回やりましたらご参加ください。お願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。さあ、かなりの難しさ分かっていただけたと思います。もう一度参ります。予選問題、続いてはクールに当ててもらいましょう。参ります。問題、天×神戸。おい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 、じゃあ来た来た OK。 はい、じゃあ大丈夫ですか。はい、では答えをどうぞ。2420。正解です。さあ、かなり難しい問題ですけれども大丈夫かな。ドロップアウトもありますからね。はい、お名前教えてください。清水です。清水くん、はい、マリーズファンでいきます。7年。結構さっきから難しい問題続いてるけどいけそう。微妙です。微妙。ではそんな清水くんのクイズ、マリオネット問題、 QVC マリンフィールドのコンコース内にあるグッズショップの名前はマリーンズストア何店。 A ホームベース店、 B プラザ店、 C ホームプレート店、 D プレナ店。ベースか、ホームベースか、ホームベースか。すぐ近くなんだけどね、意外に名前までは出てこないかもしれません。コンコース内にあるグッズショップの名前はマリンズストア何店。キャラクターで。キャラクター、どっちに聞く。マーク。マークもうさっきからクールさんラウンドガールの役目しかしないっていうね。マーク、ちなみに自信は。モッシーに聞いて、はい、OK です。じゃあマー君に答えを聞いてみましょう。 A ホームベース店、 B プラザ店、 C ホームプレート店、 D プレナ店。さあ、マー君の考えるこの問題の答えはどれでしょうか。クールは何を書いたの。次行ってみよう。出番ないからね。さあ、マー君の考えるこの問題の答えは果たしてどれなのか。マー君、答えをどうぞ。感謝しろ C。 結構強気な回答出ましたね。さあ、マー君を信じるか信じないかは清水君次第。じゃあ C で。 C、 ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。マリンフィールドになることはね、強いですね。続いての問題いきましょう。問題、平内久男選手が初打席初本塁打を放った対戦チームはどこ。 A オリックス、オリックス、 B 近鉄、 C 日本ハム、 D ダイエー。まだライフライン2つ残ってますよ。 D
50-50、それからオーディエンスのことです。50-50いきましょう。それでは50-50です。この4つの答えから果たしてどの答えが残るのか見てみましょうか。それでは50-50と C、D が残りました。日本ハムもしくはダイエーということですね。手打選手が初打席初本塁打を放った試合の対戦チーム。ライフラインもう1個あります。さあ知ってるという方もいますけれども答えは言わないでくださいね。最後の使います。最後の使うオーディエンス。それでは皆さん拍手でお願いいたします。オーディエンス、まずは C 日本ハム。もう一ついきましょう。 D ダイエー。拍手が大きいのはダイエーでしょうか。ただ知ってると大きな声を言ってくれたのは日本ハムの方でした。さあどちらを信じましょうか。 C で。 C でファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。さあ2問目まで正解しました。3問目を正解しますとプレナ幕張カプリ調査のペアお食事券、こちらまでついてきます。こちらです。ドロップアウトをするとピンバッジ5個とステッカー2枚です。さあまず3問目問題聞こうか。いきましょう。問題、1968年東京オリオンズ最終年のチーム内最高打率だった選手は誰？ A 榎本喜八、 B アルトマン、 C 山崎博之、 D 有藤道夫。